メネライオン神殿の一部。テラプネは、スパルタの領土内にある古代ラコニア地方の都市である。長母院表記で、テラプネとも表記される。ギリシア神話によるとその名前は、レレクスの娘に由来している。この場所は、ヘレネとメネラオスの遺体が埋葬されたと信じられていた。メネラオスの聖域、メネライオンが、都市の中にあることで、特に有名であった。ヘロドトスは、 テラプネにヘルネーの聖域があったと書いている。ヘロドトスが伝える伝説によるとあるウバが少女を醜さから解放する、要祈願するために聖域に毎日通っていた。ある日、聖域から帰る時に一人の女が現れて、少女の頭を撫でながらこの子がスパルタで最も美しい女性になるとだろうと予言した。するとその日のうちに少女の容姿が美しくなったという。 紀元前7世紀の叙情詩人、アルクマンがテラプネの神殿に言及していることは、その地の古さを証明しており、ピンダロスは、双子の英雄、ディオスクロイが住んでいた場所の一つとして、テラプネを挙げている。テラプネには、メスセイスと呼ばれる泉と、ポリューデウケスと呼ばれる別の泉もあった。テラプネの近く、ポイベオンと呼ばれる場所に、 エペボスが戦み、エニュアリオスに犠牲を捧げたディオスクロイの神殿があった。この神殿の近くにはまた、ポセイドンの聖域もあった。テラプネの近くの他の著名な場所は、ヒキウスが発明されたと伝えられているアレシアイと呼ばれる場所で、ラケダイモンが敬われている。テラプネは、現代のバーリカ村の近くに位置している。メネライオンの遺跡は19世紀以降、何度も発掘されている。 ありがとうございます。